影山拓也くん、中国のステージを熱狂させろ。日本のアイドルが中国を虜にした影山拓也の圧倒的な輝き。世界中から注目を集める人気若手アーティストの影山拓也くん。IMP のリーダーとして初の海外ステージを迎える彼に熱い期待が寄せられています。 あの澄んだ歌声と力強いダンスで多くのファンの心を魅了してきた影山拓也。7人組ダンスボーカルグループ IMP のリーダーとして幾度となくステージを沸かせてきた彼が、ついに海外公演の舞台に立つ。今日は私たちにとって大きな挑戦の日です。株式会社戸部所属のアイドルグループ IMP のリーダー。 影山拓也くんが中国で開催される大規模フェスに出演するのです。4月21日、中国・上海で開催されるストロベリー・ミュージック・フェスティバルに出演する影山くん。これは同グループにとって初の海外公演となる歴史的な一歩だ。IMP のファンだけでなく、これまで彼らの音楽を知らなかった中国のオーディエンスにも大きな期待が寄せられている。 思い出にも残るであろうこのステージで、影山くんはファンの心をわしづかみにすることでしょう。数々のアーティストが参加すストロベリーミュージックフェスティバルで IMP の魂を存分に発揮し、中国のファンを虜にしてくれることでしょう。影山くんのキレのあるダンスと透明度の高い歌声は、きっと会場全体を熱狂の渦に巻き込むはずです。 これまで IMP として培ってきた圧倒的なパフォーマンス力でまだ IMP を知らない中国のオーディエンスの心をがっちり掴んでいくことでしょう。特に印象的なのはリーダーとしての存在感。影山くんは自然とステージの中心に立ってメンバー全員を引っ張っていくリーダーシップを発揮します。緊張した面持ちながらもメンバーを鼓舞し、 ファンとの一体感を醸成していく姿は必見です。思い出に残る最高のライブにしてください。IMP の魅力を存分に発信してきてくださいと、日本のファンからも熱い声援が送られている。そんな影山くんにとって、今回の海外公演はまさに飛躍のチャンスとなる。彼の透明感のある歌声と迫力あるダンスパフォーマンスは、 きっと中国の観客を一瞬にして虜にするに違いない。自身のルックスについて、顔っていろいろあるから、可愛さの定義なんてないよね、と謙虚に語る影山くん。しかし、ファンからは、世界一かっこいい美声とビジュアルの良さが魅力、と絶賛の声が相次いでいる。さらに、元気をもらえるパフォーマンス、思いっきり楽しんでいるところが最高、といった。 ステージ上での彼の発達ツツとした姿勢にも注目が集まっている。今回のフェスでは IMP のファンはもちろん、これまで知らなかった中国のオーディエンスにも大きな影響を与えるはずだ。IMP の魅力を存分に発信してきてください、との声に応えるべく、影山くんは熱いパフォーマンスを披露するに違いない。果たして、 影山くんはどのようなステージを繰り広げるのか。中国の観客を虜にできるか。IMP のさらなる飛躍につながる初の海外公演への期待が高まる。中国での公演に向けて多くのサポートや励ましを受けました。たくさんのファンの方々から応援メッセージや期待の声をいただきました。その中には、 中国のファンの皆さんからの温かい言葉もあり、心温まるものでした。中国のファンの皆さんも、影山くんの魅力に完全に取りつかれてしまうはずです。美しい顔立ちとスラリとしたスタイル、そして何より歌声と表現力の素晴らしさに、きっとファンになってしまうでしょう。一方で、日本のファンも彼の初海外ステージを心待ちにしています。 これまで IMP としても、個人としても大きな活躍を見せてきた影山くんが、どのように中国のオーディエンスを魅了していくのか、期待は高まるばかりです。これは影山くんの所属事務所である戸部の社長が語り始めた言葉だ。影山くんは彼の熱い期待に応えるべく、緊張しながらも意気込んでいる様子だ。 こんなに多くのファンの皆さんから応援のメッセージをいただき、本当に光栄です。これまで日本国内での活動に集中してきた IMP ですが、この海外フェスへの出演を機に、世界進出への第一歩を踏み出すことができます。世界中の人々に私たちのパフォーマンスを見てもらい、IMP の魅力を存分に発信できると思います。 影山くんは思わず照れ笑いを浮かべながら意気込みを語った。実は影山くんはこれまでリーダーとしての重責を感じつつもメンバーのサポートに専念してきた。そして今回初の海外公演という大きな舞台に立つことで自身の成長と可能性にも期待を寄せているようだ。海外のお客様には 私たちのダイナミックなダンスや透き通った歌声を存分に披露したいですね。特に私としては日本のアーティストの魅力を存分に発信し、クオリティの高さを感じてもらえたらと思います。アイドルグループ IMP はデビューから3年を経てようやく海外公演の機会を手にすることができた。デビューからこれまでは日本国内での活動が中心だったが、 今回のフェス出演を通じて、新しい可能性を見出すきっかけとなるはずだ。そして、影山くんは自身のパフォーマンスだけでなく、メンバー全員の力を最大限に発揮させ、IMP の魅力を遺憾なく伝えたいと考えている。今日は、日本のみならず、中国のお客様にも IMP の魅力を存分に感じてもらえるよう、 全力でパフォーマンスさせていただきます。メンバー全員で一致団結し、最高の公演をお届けできるよう、心を一つにして頑張ります。今日のステージを通して、IMP の魅力を存分に発信できたと思います。これからも、世界中の人々に私たちの音楽を届けられるよう、さらに精進していきたいと思います。日本からの熱い応援の声が、 はるか彼方の中国のステージまで響き渡ることでしょう。ストロベリーミュージックフェスティバルでの影山くんのパフォーマンスを心から祈っています。きっと影山くんは IMP の魅力を存分に発揮し、中国のファンを虜にしてくれるはずです。これまでの活躍から想像するに、彼のパフォーマンスは圧巻の一言に尽きるでしょう。そして、 この経験を通して IMP がさらに大きな飛躍を遂げることでしょう。世界中のファンを魅了していく存在として影山くんと IMP の未来がますます楽しみになってきます。海外での公演に関しては緊張もありますがそれ以上に興奮が勝っています。初めての経験というのは常に新鮮で刺激的です。 中国のファンの方々に私たちの音楽やパフォーマンスを披露できることを本当に楽しみにしています。また、海外公演は私たち IMP にとっても新たな挑戦です。これまでの活動の中で国内での活動が中心でしたが、海外のファンの方々にも私たちの音楽を届ける機会ができることはとても光栄なことです。この経験が 私たち IMP の成長につながり、新たな扉を開くきっかけになることを願っています。これからも私たちはファンの皆さんと共に成長し、進化していきたいと思っています。最後に、これからも私たち IMP を応援していただけると嬉しいです。中国でのストロベリーミュージックフェスティバルに向けて全力で準備をしていますので、どうぞよろしくお願いします。 影山くんの活躍を心よりサポートする日本のファンの思いは、きっとはるか彼方の中国の地にまで届くはずだ。世界に羽ばたく IMP の新たな一歩に注目が集まる。